時は天明七年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任についた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。幕府の指揮のもと、邪悪なる何者かの意志が機運の広がりを助長していることが突き止められる。公儀隠密柳生十兵衛はこたびの騒動の原因究明、元凶となる存在の排除の任を命じられ、騒乱の渦中へと身を投じるのであった。